はい、こんにちは、レトスノーノです。4月26日の3問に入る前にアドバイスをさせていただきます。昨日、5月から宅建合格する方法の、1つ目の動画をお送りさせていただきました。で、今日は2つ目の動画ですね。理由付けについて、作成いたしましたので、ぜひご覧ください。この動画の最後にお知らせいたしますので、ぜひ参考にしていただければと思います。で、昨日の動画についてまだ見てないという方は、この動画の下の概要欄に URL 貼っておきますので、参考にしてみてください。また、個別指導の募集終了まであと4名です。まだ今からでも今年の合格十分目指せますんで、本気で今年の合格を目指しているっていう方は、一緒に勉強できたら嬉しいです。で、個別指導の概要についても、この動画の下の概要欄に URL 貼っておきますので、そちらからご確認ください。では本日の3問に入ります。A は B に対する金銭債権を C に譲渡した。債権譲渡について B は C に対して確定日付のない書面で承諾をした場合、C は第三者 D に対して自分が債権者であることを主張できる丸か×かという問題です。問題考えたい方は一旦動画ストップしていただいて、この動画の下の概要欄から問題文ご確認ください。で、答えはどうかというと、これは×ですね。まあ、確定日付のないっていうところが誤りになります。債権譲渡について第三者に対抗するためには、債務者の承諾、もしくは譲り渡し人 A から債務者への通知、まあ、どちらかですね。で、このどちらについても、確定日付のある証書で行う必要があるんですね。で、今回は確定日付のない証書で承諾をしているわけですよ、債務者は。なので、この C さんっていうのは第三者 D に対して、対抗することができない。なので、誤りになるということです。で、個別指導の受講者については、受講者専用のメルマガから債権譲渡の基本的なところを頭に入れていただければと思います。で、今回はちょっと無料のメルマガなので、これ以上ちょっと詳しくは解説できないんですけども、この問題、意外とですね、理解していない方非常に多いので、しっかり理解できるようにしていただければと思います。で、問2ですね。手付金額の制限についてです。宅建業者 A は宅地建物取引業者でない B に A 所有の宅地を1200万円で売却した際、手付金としていくらまで受領できるかという問題ですね。で、今回は、まあ、記述式のようになってるんですけれども、まあ、実際記述式は出ないです。ただ、これぐらいの計算はですね、できてほしいということで出題いたしました。で、答えはどうなっているのか。答えは240万円ですね。発注規制の一つである手付金額の制限についての問題なんですけれども、発注規制なので、売り主が宅建業者、買い主が宅建業者じゃない場合に適用されるんですね。で、その際、売り主業者が買い主から受け取れる、手付金の金額っていうのは、代金の 20%、これが限度なんですね。20% を超えて手付金を受領することはできません。したがって今回、代金って1200万円なので、1200万円の 20% は240万円。つまり240万円までは大丈夫ですけれども、例えば241万円とか。であれば、それは宅建業法違反になるということです。で、問い3です。宅地造成工事規制区域内において、ゴルフ場施設用地の造成のため、10万平米の土地について切り土または盛り土を行う場合、宅地造成等規制法の許可を有しない、丸か×かという問題です。で、答えはこれは必要ですよね。許可を有しないって許可不要って話なんですけども、許可は必要です。なので誤りになりますね。宅地造成等規制法の許可、まあこれは都道府県知事が行うんですけども、これが必要なのは、宅地以外の土地を宅地にするため、もしくは宅地において土地の形質変更を行う場合なんですね。まあ、造成工事を行う場合という意味です。で、この政令で定める土地の形質変更っていうのは、例えば、まあ、今回の話で言うとですね、500平米超の切り土だったり盛り土をする場合とか、まあ、そういった話です。まあ、今回は政令で定める土地の形質変更に当たります。なので、あとは、この部分ですね。宅地以外の土地を宅地にするためなのか、また宅地においてするのか。このどちらか一方に当てはまれば、宅地造成等規制法の許可が必要ということになります。そして、宅地造成等規制法でいう宅地ってどんなものかっていうと、農地、再送放牧地、森林、道路、公園、河川、その他政令で定める公共施設のように供されている土地、以外の土地なんですね。今回ゴルフ場なんですよね。ゴルフ場施設だから、これ以外じゃないですか。ってことは宅地に該当するんですね。したがって、
今回ゴルフ用地にするってことは宅地にするための、造成工事にはなりますので、まあどちらかには絶対に当てはまるんですよね。どちらかには当てはまります。でさらに政令で定める土地の形質変更、これも行いますよね。先ほどもお伝えした通り、500平米超の切り戸や盛り戸を行うというところが要件当てはまるわけです。したがって宅地造成等規制法の許可が必要です。このあたりは論理的に答えていけば、正解できる問題なので絶対ですね、解けるようにしておきましょう。そして初めにもお伝えをした、5月から宅建合格するための方法の2本目の動画、理由付けですね、についてはこちらの真ん中の動画参考にしてみてください。で、個別指導については募集終了まで残り4名となっておりますので、お早めにご検討ください。まだ今から勉強を始める、一から始めるという方であったとしても、ちゃんと理解学習ができれば今年の合格十分できますんで、本気で今年の合格を目指している方はぜひ、一緒に勉強できたら嬉しいです。個別指導についてはこの動画の下の概要欄に URL 貼っておきますので、そちらご確認ください。今年の合格目指して一緒に頑張っていきましょう。あなたの受講をお待ちしております。レトスの小野でした。